はい、じゃあ続いてやっていきましょう。毎日学習会の林です、よろしくお願いします。今日はジョージア大学を理工学部で英語だけで単位取れるプログラムがあってですね、その話をちょっと一通りできればなと思ってます。よろしくお願いします。早稲田の理工と併願される方が多いと思うんですけれども、早稲田の理工と結構こう出願の形式は割とこう違ったりとかするので、そこの部分に関してちょっと一通りこう見ていければなと思います。早稲田の理工とどういうところが違うかっていうことを英語プログラムに関してですね説明しながら、上智の理工の特性とか、併願する場合に、どういうふうな形でのこうテスト選択をすればいいかっていうところも含めて、ちょっと一通りお話ができればなと思っています。でまず、上智の理工の英語プログラムに関しては SAT に加えて AP アドバンスプレイスメントって、これは要はそのアメリカの学校とかで大学生レベルのものですね、レベルが高いものを取ってるか、あるいは SAT サブジェクトテストでもいいよっていうふうに言われてて、そうすると要は AP を取る場合と比べるとちょっとレベルは下がりますよね、とか、あとは、IB でハイレベルが必須になっていると、これはそうだね、それは当たり前だよねってところと、あとはそのこれ外部試験の結果として EJU、 これ日本留学試験ですね、日本留学試験でも受けれるし、 A レベル、これはイギリスの、いわゆる共通テストみたいな試験があって、割とこう特定の科目に関して、高いこう専門知識を持っているかどうかっていうのを測る問題なんですけど、これでも受けれるんですけれども、ガオカオで受けれるって記述がないわけですよね。だから上智大学に関しては少なくとも早稲田よりはその中国の留学生が退去してわってやってくるっていうのをあんまり好んでないんだろうなと思います。あとTOEFL、IBT とか IELTS でも受けれるけども、 TOEIC だけでは受けれない、TOEIC は基本的にこれ日本と韓国の方しかほとんど受けないので、そうするとそれやっぱり韓国の方が退去してわってやってくるみたいなのもあんまり上智の理工では好まないんだろうなというのはこれ見ててわかります。全体的に言うとやっぱりこう早稲田と比べると上智っていうのはこうアジア色っていうよりはヨーロッパ色が強いっていうのと、理系科目で、ずば抜けてできてるっていうところ、その早稲田ほど求めるかっていうと、そうでもないんだろうなというのが、こういう入試要項の微妙な違いを見ていて分かります。でそういった中で、あと志望入試に関しては基本的に早稲田と同じで、やっぱりこう高校時代何やったか、大学時代何やりたいか、社会人だったらどうしたいかって、これが一気通貫してるっていうのと、研究に関してどこまでもすでに研究されて、どこから先まで研究されてなくて、そこに関してどういうアプローチを取っていくかっていうのと、これは両方とも大事なので、それはそれでやっていただければなとは思うんですけれども、それに加えてプラスしてやっぱり考えておかなきゃいけないのが、これわざわざ考えなきゃいけないんですけど、そこの分野の専門の先生って本当に上智にいるんですかとか、上智でやる意味ですよね。その英語プログラムで受けれるってことは世界中の学校を受けれるわけで、その中でわざわざこう上智をその目指すっていう風な選択をどうしてするんだろうっていうことをやっぱり考えていかなきゃいけないと思うので、そういったところに関してまた新しくいろいろとこうやっていけるといいのかなとは思うんですよね。なのでちょっとそこの部分に関してどういう形でやっていくのかっていうのは非常に大事な部分かなと思います。引き続きちょっとやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。